回ライオンズの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。森本2番手としてコールされています。接戦の中でのリリーフ登板です。ブライアンバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。打ちました、流しました、これはどうか、ピッチャー取った、ブライアンヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。この終盤にノーアウトでの勝ち越しのランナーを許しています。バッターは中村、そして一塁ランナーはブライアン、まあ、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁タッチアウト、盗塁失敗、ここは盗塁を許しません。これはキャッチャーの肩に軍配が上がりましたね。これでピッチャーは楽になりましたよね。はい、勝ち越しのランナーいなくなりました。キャッチャーがいい送球しましたよね。はい、そうですね。ファウルになります。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、見逃して三振になります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。8回まで来ました、ライオンズの攻撃。バッターボックスは6番ジャン。先ほども打ちました、ボテボテ、ショート取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは7番山川。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。これもファウル、またファウル、スライダー外れます。打ちました、痛烈、これはショートライナー。打順は8番岸、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。これが2球目、いいところへ決まります。ノーボールツーストライク、打ちました、ファウルになります。このフライは切れそうだ、入れました、ファールボール。ボールカウントは2ストライクです。変化球で空振りを取ります。小宮山さん、こういった展開ですとキャッチャーも相当なプレッシャーがかかっていると思うんですが、いかがですか。そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、そのキャッチャーミットの動きにもぜひ注目していただきたいと思います。見逃して三振です。ワンアウトです。打順は1番に帰ります、バッター小野崎。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。森本、まずは先頭バッターをファウルになります。いい球でしたね。はい、外のストレートがストライク、あっという間に2ストライクです。セカンド取る、2アウトになりました。2番バッター源田、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。引っ張った、これはどうだ、ファーストの左抜けました、源田、これが自身本日の初ヒットになります。2アウトランナー1塁、ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。バッターボックスには3番ブライアン。先ほどの打席は内野安打でした。走ってきた、キャッチャーは二塁へ、アウト、盗塁失敗、これで3アウト。この回ライオンズ結局3人で攻撃を終えています。1対1、ドカー、ブライアン、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打ちました、これはどうか、バレル、
これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを背負います。しかもノーアウトです。バッターボックスには中村、そして塁上にはブライアン。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。この盗塁は痛いですよね。これでワン、このピンチ見逃して三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。ランナーは変わらず二塁です。ここはもう点を与えないという気迫が伝わってきます。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね、ええ、バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど。さあこの後も好投が続くんでしょうか。外の球打った、セカンドが押された、内野安打になった。森、今日の初ヒットがここで出ました。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。ここはキーポイントになるかもしれませんね。さあこの場面で打席には6番のジャン入っています。変化球打った、ショート取った、二塁送球、二塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。大事な場面でしたが、ここはダブルプレイで得点を与えません。そうですね、まあ勝ち越し点がねかかってましたから、よく抑えましたよね。